あ、船長に出会って本当に素敵な楽しい一年になりました。船長、もう一年9ヶ月もさ、調子崩しててさ、最近ファンになった人にとってはさ、なんか一生休んでる人みたいになってるというのに、まだ船長といるのが楽しいって思ってくれる？ね、お願い、頑張って戻ってくるから、みんな行かないで、君たちいなくなんないで。辛いよ、船長。毎日毎日。さあ、とりあえず休むもののさ、君たちはもう、船長のことなんか忘れて、若い娘見てんだわ。まあ、見るのはいいけど、もちろん。もう船長のことなんて忘れていってるんだって思ったり、船長いらなくねってよく思ってました。はあ、めんどくせんな。なんでそんなこと言うの？なんでそんなこと言うの？君結構昔からいるよね。そんなこと言わないよね。どうしたの？ねえ、怒ってんの？お願い怒んないで。お願い、ずっと好きでいて怒んないで。ねえ、ごめんなさい。直すから、悪いとこ直すから、もう、本当に直す。反省してます。ビンタしていい。していいから。ボコボコにしていいから。顔の腫れ治るまで休むから。チャックを下ろそうか。分かった、全部脱ぐから全部脱ぐから嫌いにならないでください。2年間ずっと飽きたらずマリン選手見てますが、好きやぞマリン。結婚しようってことで、これからもみそじの船長を押していくぜー。押していくぜーじゃないわ。みそじじゃないでしょうが。君ね、まだギリギリ17歳だって言ってるでしょ。インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、センキュー。